日本産、スポーツアジア部門で他国を圧倒。海外のミームでよく見るこの緑のカエルみたいなのってどういう扱いなんだ？忍者タートルズ？知らんけど。普通に顧客情報流出とかもう一周回った？おいおい野球乗せたんなよ。こいつだけアジア枠じゃなく世界になっとるやん。野球が人気なさすぎだからチーム数揃えるためには世界でカウントしなきゃいけない。情けなさ。誰でも5年の写真見たけど普通の知性があったら今年は英雄だな。当たり前やろ日本やし。大谷翔平らここまで三振数17よ。イランってバスケとバレーでもアジア2位なんだな。あの国ではなく現時点のアジアのライバルはイランと言っても良いかも。カエルみたいなやつ韓国限定のような。スポーツを全体的に見ると大体人口 X 経済力というかフィジコンスポーツと陸上以外は世界有数のスポーツ大国でしょ。衰退国はスポーツが強くなると言われてるけど見事に合致してるな。衰退しつつスポーツ弱い韓国って一体。スポーツ選手を育成するのは金がかかる。ただではできない。しかしイランは頑張ってるな。サッカーもだがバスケバレーも強いもんね。